廃棄空間の BGM を聞いてって思ったのですが、後ろの英語ボイスってどなたの声なのでしょうか。やっぱりプロでしょうか。あ、あれな、あのサツキステージというかニャ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 みたいに後ろでちょっと英語のあれが聞こえるんですけど、これね、まあライトさんに聞かないと分かんないけど、まあ、多分ね、プロではないですね。プロではないです。あのDTM のそのまあなんだろう、いろんなねソフトとか作って曲って作るんですけど、デジタルなんで、あの英語をねニョロニョロニョロって喋るやつっていう素材だったり、あのやつとかを使ってるんだと思いますよ、多分。多分ね、違う、多分そうだと思うんだよな。ただね、もうこれはもう俺わかんないので、本人に聞いてもらった方がいいかな。あ、そうそう、だから例えばヒルダのあみたいなやつとか、あれも、人ではないと思います。機械ですね、まあ、そういう人の声みたいな音を出せる、まあ簡単に言うとそういうソフトがあるわけよ、まあ、ちょっと専門用語を使わずに言うとそういう感じで、そういう機能を使ってる。で、ただこの廃棄空間のやつはどこまでがどうだか分かんないけど、まあ、多分一連の流れのボイスなんじゃないかなって思うんだよな。そういう素材だと思うんだよな。あ、猫歩くのやつはそうですね、なんか身内で撮ったって言ってたんで、らしいですけど、まあこのメルブラの曲っていうともうかなり昔だから、なんだろう、まあちょっと分かんないですね。でもよくありがちなのが、あのそういう音程がついてるやつ、ヒルダーの曲みたいに音程がついてる後ろのコーラスの声みたいなやつは、まあ、何らかの機械というかソフトウェアで作られていることが多いと思います。まあ、ちょっとこれはね、あの作った人に聞くのがいいと思いますよ。そんな感じ、お便りいただきありがとうございます。